お主自身の手で挑む団員を決め、あなたの元で斧が力を確かめられる。武人としてこれ以上に望むべきことはない。まずは小手知らぬこいつだね。ならば因果の親らが相手じゃ。これを完全に乗せ見せてみよう。聞こまれよ。これ死で息は止まらぬ。因果の俺と正宗様がある限り負けはねえ。聞こまれよ。戦勝負ことだけはしねえ。撃たれて忍者に力を伝え、溶岩の中で瞑想じゃ。変わりだ。見えて男性一の王者。いい夢の明け橋も終わった。これからのつもりだったが、思いのほか来てるとね。竜王、正宗様の命だ。因果の一人残らず下ってもらうぜ。因果の渦へ。耐えようとするかい。わしが力となろうぞ。人心一体は口に通すぞ。できることなど無理ではないか。仰せのままに風鈴とぞ。詐欺抜き幽霊の浮き足も渡り、この割り方私の力はその程度か。落ち着きにもまた数値。それも覚悟。因果の渦へ引き込まれろ。因果の渦へ引き込まれろ。100で戦っても負けないだろうね。因果は因果の渦。かわいい。五重の刀やさが最高だぜ。まだまだ走れる。因果の渦。引き込まれかわいい。私は大鳥か。うぼくよ。逆らいに来たい。現れ魂。今ここに一騎当選の男となれ。これまでよ。因果の渦へ引き込まれろ。因果の渦へ引き込まれろ。
たか、ウボクヤか。お手調べというのだ。親方様、気合いに入ったとか。むしろ銀河の渦を引き込まれる。海より深く。よくぞそこまで鍛え上げた。忍耐力を鍛えるには溶岩の中で瞑想じゃ。死ぬな。無駄て中身死ぬもの。変わり映えのはずもない。見どころがあるぞ。超人セイスマレ。凡事の空に刻まれしこの記憶。手放しはしねえ。